吉田さん、ビジネスは気からというね、まさにそうですね。その気持ちがないとダメだなと思いますよ。最近私はね、ポイントサイトを地道にやってるんですけども、多くの方はね、そのポイントサイトの中でも5000円とか1万円っていうのばっかり見て、1000円をやる気なくやるってことはあると思いますけども、私みたいにね、1円とか2円とかをやる人はあんまりないんですよ。だから1円を稼ぎに行く気がないんですよね。でそういう人がどうやってね、1000円とか1万円とかを稼ぐんだろうなと、稼ぎ続けて私としては思うんですよ。で稼ぐことができてなくて困ってる人は1円2円を稼ぎに行ってないんですよね。これが答えなんじゃないかなと思うんですよ。で、私がね、その1円2円を稼ぎ続けた結果どこにたどり着いたかというと、1円2円っていうのはね、なんかアンケートに答えて1円2円なんですよね。で1円2円のアンケートに答えていくと、そのアンケートを提供している会社が1円2円のポイントサイトからのお金とは別に、このアンケートに答えてくださった方には Amazon のギフトカードを1000円プレゼントしますと。しかも何度答えていただいても結構ですという形でね、そんな1ポイント2ポイントのアンケートが隠れていたわけなんですよね。当然これをやるじゃないですか、私は。で1万円ゲットですよね。だからね、結局ね、その1円の向こうに何があるのかなとかっていうことだと思いますし、1円をね、軽んじるべきではないと思いますし、はっきり言ってね、そのじゃあいくらだったら稼げるんですかっていうことなんですよ。速稼塾に入ったら本当稼げるんですかっていう人に、いろいろとね、回答するんですよ。気持ちはわかるんですけども、私が稼いで、私が誰かのために代わりに稼いで、その稼いだお金を入ってあげるわけではないですからねと。私は稼ぐ方法、商品の作り方、集客の仕方、セールスの仕方、これは教えることができます、伝えることができます。でも実際にそれをあなたがやるんですよと。私ではない、あなたがあなたの顔と声を持ってやるんですよと。私の言い方だったらこの言い方が合うと思うけども、あなたの言い方だったら別のやり方があるかもしれない。そこはもうね、アレンジするしかないですよね。でも私は売り方なり商品の作り方なり、集客の仕方は、それは教えることができます。そもそも速稼塾に入って稼ぎますかと、稼ぐ気はあるんですと、むちゃくちゃ稼ぎたいんですっていう風な気持ちがある割には、速稼塾一つに参加できない人にもうね、稼ぐ気はないという風な判断しかできないですよね。私もね、だからね、稼げないのに稼げますよって言ってるわけではないんですよ。この8年間君臨してるその歴史があるわけですよね。そして速稼塾の歩き方というね、動画を見している。そして私の動画、フリーの動画を見た時に、あ、だったら稼げるかもしれないなっていう風にして私のところにアプローチしてるはずなんですよ。なのに速稼塾に入ったら稼げますか？入っただけでは稼げません。入ってあなたが何をするかなんですよ。速稼塾の何をどう活用するかってことなんですよ。そのやり方が分からなければ私がついていますと。私はあなたが諦めるよりも、私の諦めるね、ペースの方が早いってことはありませんと。私はもう誰が諦めよう、誰がいなくなろうと、一人でずっとやってますよってことなんですよね。そこにね、追いかける背中があると感じてくださるのか、それともね、久保さんだからできるんでしょ、私にはできませんというふうな、いつも通りの回答で消えていくのか、そういうところですよね。確かにね、塾費用ってものがネックになってると思うんですよ。ただね、無料の動画でも稼げるわけですよ。で、無料の動画で稼いで3万円ぐらいは作ってくださいと、そういうメッセージも入ってますからね。いや、私の無料動画で3万円稼げない人が稼ぐ気がありますってのは妙な話なんですよ。全然稼ぎますからね。私の最近のね、この2ヶ月間のモッピーやっただけでも稼げるわけですから。私もう5万円ぐらい稼いでるわけですよ、もう確定で。未確定合わせたら25万ですよ。この現実を目の当たりにしてもらいながら稼げないってことはないと思いますしね。そしてここ何日かでは、さっきお話したなんか1ポイント2ポイントのアンケート答えたら、実は裏に1万円が隠れてたみたいなことも暴露してるわけじゃないですか。通常こういうのはね、塾生さんにしか教えませんみたいなことで勧誘に使うわけですよ。いや、そんなことはないですよ。もう全部暴露ですからね。いやー、ということでね、稼ぐ気がない人は大体そういう質問するなっていうのが、なんかできそうですね、これね、吉谷さんね。なんか稼ぐ気がない人はどんなことを言うのかなとかね、稼げない人のあるあるみたいなのないですかね、なんかね。YouTube ね、 YouTube もそうだな。なんかね、ありましたよね、マイアミからいらっしゃったミスター M さんって方がいて、すごい一生懸命ね、 YouTube とかやってくれたりとかしてたし、 FX も取り組んでくださってたんですけども、ちょっとまたね、バイマーの方に行っちゃったのかな。ご病気もありますしね。なんかその
明るい楽しげなミスター M さんが今ちょっとまたねどっち行っちゃったのかなと気になるところですよね、うん、というところでその、まあ、ミスター M さんっていうのはねガチンコマッチクラブじゃないですよ。ミスター M さんという方もう一人いらっしゃるんですけども、その方が私のことを忘れていようと私はミスター M さんのことを毎日毎日おもんぱかっているという、もうね無活動になっちゃった人のことまで気にしてるわけですよ。もう一人一人気にしてますよ私は、うん、特にね自力で稼げてない人に対して早く連絡くれと早くやる気になってくれと思います。なんで私は稼げないんでしょうか、ここまでやったのにってものを持ってきてくれればいいんですけども、あれから全然やってないんですよ、でも稼げてません、それは当たり前やがなって当たり前やがなみたいな感じですよねなんでしょうね、まずはね私に物を売ってみてくださいだったらね、私に何かセールスをしてください、速稼塾の塾生さんでも誰でもいいんで私にセールスをしてみてください、うん、まあそれが全てですよ、うん、誰にでも売るみたいなね、うん、そんな感じじゃないですか、もうヒルズ族にも売るみたいなとこじゃないですかね、うん、あちなみにねなんですかね大金持ちっているじゃないですか、大金持ちなんてもう商品買ってくれそうないでしょ、でもね商品買いまくってますからね大金持ちほど、うん、少なくとも電気とか買ってるし水も買ってるしガスも買ってるし服も買ってるしなんかいろいろ買ってますよね、うん、だから売れるんですよ金持ちにも、でお金がない人に物が売れないかっていうとそんなことはないんですよ、お金がなくて生活を切り詰めてると言ってる人にでもね、うん、何かは買ってるんですよねそういう人はね、であともっと言ったらそういう人でも手の届くような商品を作る人も必ずいるんですよ、だから自分がどこをターゲットにしてるのかっていうところもありますし、それによって売れるんですか売れないんですかっていうところもあります、うん、ちなみにそのね所得が低い方っていう言い方はね適当じゃないかもしれませんけども、どういったことをねなんかしようとしてるのかなとか、そこのニーズっていうのは確かに私は分かんないですね、なんだろうね、うん、なんか気づくことありませんかその辺は、なんかやっぱりね自己破産した方とか全然ペンペングさんみたいな方もよくいらっしゃって、そういう方がね少しずつ稼げるようになっていくところも私喜びなんですけども、実際にはその稼いだと何を従ってるのかなってところはちょっと見えてこないんですよ、まあ、ですんで、一発で終わっちゃうケースがあるんですよね、うん、10万稼ぎました20万稼ぎましたって継続しないみたいなね、非常にもったいないですよね、まあちょっと何言ったか分かんなくなってきましたけども、まあビジネスは気から、まさにその通りですよ、うん、その気がね1円を稼ぐ気があるのか10円を稼ぐ気があるのか1万円を稼ぐ気があるのか、1万円を稼ぐ気があるぜっていうふうにエネルギーを込めて言うんだったら1円はもっと簡単に稼げると思うんですよ、まあそんな感じじゃないですかね、どうも逆になってるんじゃないですかね、1円は稼ぐ気にならないけども1万円だったら稼ぐ気になるみたいなね、それは無理ですよそれは全然、それはね小学校は行く気にならないけど大学は行きたいですって言ってるもんですよね、ちょっとお呼びじゃないってことになっちゃいますんで、やっぱりできるところから手持ちのカードからこうね積み上げていくことしかないかと思います、それがやる気があるってことじゃないかなと思いますけどね。